冒頭の最初もうちょっとキューブがある。ここにピアノが。Thank you.
て、この、ショートフレーズ。このショートフレーズは、このスフォルサンドするため、スフォルサンド、ショートフレーズ。これも同じです。セミセミ、アコード。プラクティス、プラクティス、プラクティス。これプラクティス、プラクティス。
second note, fourth note, accent. Little difficult. String crossing point to accent. ちょっとゆっくりからさ。もう2、3、4、組んで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 、
この曲はロンドカプリチョーソ、オリジナル、オリジナル、バイオリンソロ and オーケストラ、ピアノ、オーケストラ、ワンダフルサウンド、スルタス、ノースルタス。ピアノというのは、これちょっと英語にできない。ピアノというのは小さいという意味だけではない。ピアノ、ピアノティキアン、ピアノフェン、めちゃいシアンバオ。めちゃいシアンバオンディオ。柔らかい。ニム、そう。とか。ル。ジェント、優しい。いろんなイメージを持って。イメージがやんで。ラウル、スモ、ノノノ。ピア、フォルテダ、フォルテダのピアノ、バオ、アンディオメジェ。もう一回最初に聞いてもらうけど、で、あとはね、気になったちょっともうちょっと長いフレーズを取って。Keep phrasing the yagua. だからこうスタイリッシュに本当に好きな女の子にねかっこいいと思ってもらえるような演奏をしていきましょう。結婚婚長婚夫人こう連あいやいや連て。それはね、でも本当にね、冗談じゃなくて大事なことでもあるからね、よく曲の背景を感じて、勉強して、知って。バックグラウンドって感じ。じゃあここにちょっと楽器を見て。
なっちゃってメイトロン。3オクターブ、5オクターブ、アルペジオではない。その感。3オクターブ、4オクターブ。